はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、ということで明日はメンテビになりますので、まずは今日最終日のガチだったりイベントがあるのでやり忘れがないか見ていきたいと思いますが、はい、今回その前に、はい、こちらピクシブで放置少女の5周年記念イラストコンテストっていうのが2022年の3月18日から4月17日まで行われており、はい、これ下の方ざっと見ていくと、まあ、今回は新キャラクター部門っていうのと思い出ファンアート部門という2つの応募枠があって、まあ、新キャラクター部門の方はなんかパーティーっていうのをテーマにして、まあ、新キャラクターのデザインを好きに描いてくださいと、まあ、例えば誕生日パーティーテケコだとかそういった新キャラクターで応募していくと。で、思い出ファンアート部門の方は、まあ、すでにこの放置少女のゲーム内で登場しているキャラクターを描いて、個人が思う副将たちとの思い出のシーンを描いていくと。で、注意点としては、今いる既存のキャラクターの、まあ、新しいアバターなんかのデザインを描く場合には、こっちの新キャラクター部門ではなくて、思い出ファンアート部門として応募してくださいと。はい、ということで、まあ、こっちの左側は完全に新規のキャラクター、で、右側は既存のキャラクターと、はい、ような応募枠が2つあって、はい、なんと、はい、私も今回初めてちゃんと見たんですが、結構、これ入賞できた場合の景品が豪華で、まあ、新キャラクター部門の方で最優秀賞を取った場合には1名取ることができるんですが、賞金20万円、 iPad Pro の 250GB、 あとゲーム内通貨10万元法分とめちゃくちゃもらえるんですね。で、優秀賞が5名で、こちらも15万円とゲーム内通貨6万元法で、思い出ファンアート部門の方はこちらも最優秀賞と優秀賞があって、まあ同じく20万円だったり10万元法だったり iPad Pro がもらえたり、まあものすごい豪華な景品がもらえるので、まあイラスト得意な人は今もうすでにね、結構イラスト、はい、たくさん投稿されていますが、はい、まだ数としては見た感じ、まあ50作品いかないぐらいなんで、結構狙いに行けるんじゃないかなと。ということで、だいぶ賞金稼ぎという意味でもイラスト得意な人は狙いに行った方がいいイベントなんじゃないかなと、はい、個人的には思うので、ちょっと私もねイラスト描いて出そうかなとはい、スーパーサンクスお礼会なんかでもホートちゃんとかダッキとかイラスト描いたりして今練習中なんで、ちょっと時間が取れたらやってみたいなと思ってたりします。いや、ていうかパイタユコさんが OK くれるなら、ここにテケコを新キャラクター部門として投げたいなっていう気持ちがちょっとありますね。はい、ということで、まあ、ピクシブでコンテストやってるので、はい、気になる方はこの動画の概要欄にリンク貼っておきますので、リンクから確認しに行ってみてください。はい、ということで今日最終日のイベントとガチャ見ていきますか。はい、まず今日じゃないですが、明日まででこっちのラッキー割引、たぬき割引が終わりになるので、はい、こちら、まあ、特に覚醒炭とか育成炭とか、そういったアイテム関係というよりはガチャ券関係ですねっていうのがめちゃくちゃ割安なイベントになっているので、もう私はこのイベントに関しては、まあ、恋文だとかラキスタ券だとか水引きだとか、そういったガチャ券を集めるイベントと認識しているぐらい、もうこのイベントに関しては覚醒炭とかを集めるというよりはガチャ券を集めるイベントというような捉え方をしてます。まあ課金に余裕がある人は明日までですので、でまた1日に買えるこの小石パックがそんなに多くないので、小石に関しては次回以降のタヌキイベントでも使い回すことできるので、まあ余裕がある人は明日になって焦ってたくさん買うというよりは、まあ今日のうちから買っておくみたいなことをしておいた方がいいかもしれませんね。さあ、そして今回コキビガチャ出てきて最終日になりますが、まあもうこのキャラクターに関しては戦役やボス戦突破していくのに、まあトップレベルに優秀なサポートバッファーになっており、まあもうすでに大谷氏だとか、まあ、主力一体持ってるのであれば、まあ、攻略重視でやるプレイヤーに関しては2体目の元宝を消費して購入する副将はコキビにした方がいいっていうぐらい、まあ、超絶おすすめキャラクターになるので、はい、すでに主力一体持ってる人は、まあ、その主力を簡単にコキビの暴走で火力2倍にできるので、なんなら無育成でももう1体主力を作るぐらいのパフォーマンスを投与すれば作り上げることができると。まあ、できればプラス5以上まで覚醒して MP パッシブ解放した上で影光なんかを主力の味方につけてあげた方が、後々超高名の祝福なんかを影光で覆って守ってあげるっていう意味で活躍できるので、まあ、中期的にはプラス5覚醒以上まで持っていきたいキャラクターですが、まあ、とりあえずプラス1覚醒でも最初は全然問題ないので、まあ、主力持ってる人はコキビ行った方がいいと思います。はい、ちなみに主力まだ持ってないけど最初の二次キャラクターコキビっていうのはどうですかっていうようなこともたまに聞かれるんですが、まあ、このランゼロサバなんかでは今溶融機主力として使ってますが、この溶融機を投与する前、最初に元宝を使って投与した二次キャラクターっていうのがちょうどコキビでした。はい、なんでしばらく主力を東博だとか、まあ、カシウスとか無料でもらえるキャラクターで運用して、そこにコキビを乗せるっていうようなやり方で回していって、まあ、現在、はい、そんな回し方でも2転生まで行っていて、サバ内でのレベル順位44位とまずまずの順位取れてるので、まあ、ランゼロサバ初めて3ヶ月ぐらいだったかなと思いますが、最初にガチャ思いっきり回して投与したのがコキビということで、はい、それでもここまで食らいつくことはできますよということで、はい、意外と初手コキビっていう投与の仕方も悪手ではないのかなと、はい、思ってますが、まあ、ただやっぱりあの頃速攻でアーグス取った人には最初だいぶ差を離されてもどかしい思いはしたので、まあ、それに耐えられる人はむしろ MR キャラクターの取得が遅れる分インフレが進んだ先の MR キャラクターゲットできるので、その後の MR キャラの選択間違えなければ逆転も狙っていけるかなというようなところで、まあ、コキビはほとんどのプレイヤーにとっておすすめできるキャラクターになってますので、はい、この機会に投与を考えてみてください。はい、ちなみに今日の夕方に1本このコキビと
まあ、あと一緒にガチャに並んでいる劉備、あとは5月に来る可能性が高い上杉謙信だったり、チョコメダッキーなんかの、まあ、戦役めちゃくちゃ優秀なバッファーだったり、アタッカーの登用順番、どういう風にすれば効率的なのかっていう動画、1本アップしたてなので、はい、興味がある方は、今日の1個前の動画も確認してみてください。ちなみに大体10万元歩ぐらい、元歩溜まってないと破産する可能性あるんで、少なくとも10万元歩ぐらい、余裕があれば11万元歩ぐらい、懐に元歩を置いた上で、ガチャチャレンジするのであればチャレンジしていきましょう。はい、一応底引き価格、10万8000元歩なんで、それでもややリスクは残りますが、大体7、8万元歩で取れるのがアベレージなんで、まあ10万元歩あればなんとかなるかなってとこですが、まあそこら辺のリスクは自己責任でお願いします。さあ、そして少女の書斎イベントも今日が最終日になりますが、まあこれに関しては、まあ、特に、まあ最終日、次の段階のステップまでの残り必要元歩数なんかが、例えば残り数百元歩とか、数千元歩みたいな感じの場合には、まあ元歩に余裕があれば、次の段階まで元歩ちょっと使っていくっていうような使い方で、まあ特にここ上まで、12万元歩まで、ここから一気に焦って目指していく必要はないので、まあ調整できそうであれば、元歩を使って調整していくっていう感じで OK だと思います。はい、調整のおすすめ場所としては、まあ小機微のガチャ、今回は取れないけど、確定絆枠まで回しておくだとか、まあ劉備も今回登用できないけど、最終日に確定絆枠まで回そうかなって思ってる人は、その最終日に回す回数分前借りして回しておくだとか、はい、あとラキスタなんかも同様に最終日回す分を前倒しにして今日回しておくとか、まあ、あとは限定特典のこの限定トレジャーなんかで、まあ、普段手出さないような SR の副賞、おすすめはこの郊外っていうキャラクター、奥義が優秀なんでおすすめだったり、はい、あとは大元気なんていうキャラクターもなかなか優秀な奥義に絡んでいたり、まあ、第3位は両毛、はい、このキャラクターも奥義1個だけ絡んでいて、で、第4位が両霊気、で、第5位が両刀と、はい、いうような優先順位の奥義キャラクターになってるので、大体これ登用までに4000元歩ぐらいかかるんですが、まあ、4000元歩を一気に消費しちゃうのはさすがに少女の書斎の調整範囲から見たら使いすぎな感じもするんで、例えば、まあ、数百元歩とか、千数百元歩とか、まあ、そのぐらいであれば、まあ、ちょっとだけこれを回しておいて、少女の書斎の調整に使うみたいな感じで、ちびちびこういう機会に絆集めていくっていうのもありだと思います。まあ、あとは鍛造工房とか、まあ、高速戦闘剣ちょっと余分にやるだとか、っていうような調整の仕方、とうとういろいろありますので、はい、書斎の整理やってみてください。はい、あと本日星の羅針盤ガチャ自体はもう終わってるんですが、このアイテムの交換期限が今日までになりますので、交換する予定のキャラクターがいた人は忘れずに今日交換しておきましょう。はい、とつで更新情報を見ていきましょう。はい、5周年記念イラストコンテスト、ロビーにも上がってましたね。はい、総額210万円の賞金と iPad Pro なんかがもらえるイラストコンテスト、4月17日まで、まあ、あと10日間ということで、まあ、腕に覚えのあるイラストレーターさんだったり、まあ、単純に自分の好きな副賞のイラストを描きたい人、まあ、将来こんな副賞をゲームに入れてほしいっていう人、もしかしたらイラストの上手さじゃなくて、新キャラクター部門の方は、まあ、そういったアイディアの方が優先されて採用されたりするかもしれないので、まあ、こんなコンセプトのキャラクター実装したら、放置少女の売り上げが上がるなと、はい、いうようなね、プレゼンをするつもりでイラスト描くのもありかもしれませんね。はい、一応リンク貼ってありましたね、ここに。はい、ここから見に行けるので、見に行ってみてください。さあ、そして、ハッピーギフト。はい、ハッピーギフト来ますね。はい、このイベントに関しては、370円支払うことで、まあ、180元歩と2時間高速戦闘券、新商交換券3倍が7日間毎日もらえますよということで、もらえるアイテムとしては、合計1260元歩と2時間高速戦闘券14枚、はい、あと新商交換券が21枚もらえるということで、はい、まあ、なんといっても、このハッピーギフトに関しては、単純に元歩目当てで課金した場合の課金効率がめちゃくちゃいいということで、安定供給されている課金イベントだと月ギフトなんかがやっぱりトップなんですが、はい、第2位の実は課金効率になっているということで、まあ、単純に元歩目当てで購入してしまうっていうのが選択肢としてありないイベントになってます。まあ、その上で新商交換券だったり、高速戦闘券なんかが手に入るっていうのは、まあ、ちょっとした追加ぐらいというような感じで、まあ、アイテムというよりは元歩目当てで、はい、狙っていくような課金イベントということで、まあ、ビール2本分我慢すれば副賞ちゃんを強化することができるので、ビールを2本我慢して副賞ちゃんをハッピーにするか、ビールも買ってハッピーギフトも買って2人ともハッピーになるか、はい、ぜひ検討してみてください。さあ、そして、はい、UR1000 の黒田寛兵衛が明日実装ということで、まあ、寛兵衛ちゃんに関してはスキル的には、はい、HP が低い相手に対する連撃キャラクターになっており、まあ、うまくクリティカルを出すことができれば、七星状態に入ることができて、まあ、会心率だったり攻撃力なんかがアップするんですが、まあ、寛兵衛ちゃんスキル2で防御無視攻撃できるんですが、それが知力値ベース防御無視攻撃ということで、まあ、攻撃力がアップする七星とあまり相乗効果が取れていないキャラクターなんですね。で、防止で耐久面どうするかっていうのが、スキル2でやっと影光に入るっていうような形になっており、まあ、そもそもスキル2までの生存がめちゃくちゃ難しいキャラクターということで、まあ、虹の当初リリースされた時から、まあ、分析動画では見送りっていう判断してましたが、まあ、今 MR 環境になってスキル性能としてはだいぶ離されてしまっているので、まあ、MR アバター待ちということで、まあ、あとは重課金廃課金の人が、まあ、奥義目当てで登用しに行くかなっていうような感じでしょうか。まあ、かなり奥義の難易度も高いので、かなり課金している重課金以上の奥義収集目当ての人以外には、まあ、攻略重視でプレイするのであればあまりお勧めできませんね。はい、あと一丁遺跡、あ、大吉さん来ますね。はい、これ本来であれば一丁遺跡 40% から 80% の間でおみくじの結果が出るんですが、必ず大吉の際は 75% か 80% が必ず出るようになるので、はい、課金効率としてはここら辺の1円あたり 1.23 とか26あたりを出すことができ、まあ、花の水引き、先ほど 40% でも一朝一夕の方が勝ってますよって話しましたが、もう 75%80% 出ればさらに
課金効率としては一朝一夕の方が突き放すことになるので、まあコタちゃん投票するなら花の水式大束小束買うより一朝一夕の大吉祭使って課金して原宝で買った方がだいぶ良さそうな感じありますね。はい、コタちゃんファンにとってはこれはめちゃくちゃ嬉しい。さあそしてさあコタちゃん、まあちょっと前の更新情報で実装されるとネタバレして、まあコタちゃんファンの人はねもうめちゃくちゃ楽しみにしてたと思いますが、はい、ついに明日から実装されます。はい、今回木漏れ日シリーズということで忍者の修行を終えた後は森にひっそり隠れて休憩し、静かに他人の邪魔をしないように木漏れ日風魔小太郎と一緒に暖かな日差しを浴びましょうと。いやめちゃくちゃ和むな。いやもう文章の時点ですでにちょっと癒されました。はい、ちょっと見ていきますか。あ、撤回します。癒されるじゃなくてテンション上がるイラストでした。はい、ナイス背面スタイル。いや、しっかりアバター化してもコタちゃんらしさというか、まあ、コタちゃんの面影残したまんまですね。たまにね、アバター化でイラストめちゃくちゃ変わっちゃうキャラクターがいる中で、この順当進化はめちゃくちゃナイスだなと思います。あ、で、なんかリスちゃんがいる。コタちゃんとリスちゃんの組み合わせ、なんかいいですね。あ、というか、コタちゃん、イメージキャラクター、リスなんですかね。そういえば尻尾もちょっとリスっぽいし、あ、リスイメージして作ったんですかね。もともと、まあ、てっきりワンちゃんだと思ってましたが、なんかこうやって見ると、めちゃくちゃリスっぽい。この木漏れ日の感じとか、めちゃくちゃ癒されますね。なんか疲れた時に見たくなりそうな立ち絵。はい、でコタちゃんに関しては最初に実装されたその当初スキル1で6回攻撃の筋力値 ×4 倍の、はい、筋力値ベース防御虫攻撃が連撃でできるキャラクターで、まあ、その当時最上義明だとかっていうキャラクターが幅を利かせていた時代に、まあ、突如として同じようなね筋力値ベース連撃キャラクターが出てきて、で特にコタちゃんの場合は、まあ、応援なんかで出てきたその初速の筋力値ベース防御虫攻撃の火力が最上義明より高い状態で、最上義明は血桜のタンスを貯めるまではコタちゃん並みの筋力値ベース防御虫攻撃が出せなかったので、まあ、初速めちゃくちゃ強いのと、まあ、最大攻撃力が高い敵を集中攻撃することができるので、まあ、敵の主力から落としに行くことができるというような動きが、まあ、めちゃくちゃいろんなところで刺さって、まあ、対人戦なんかで応援出しなんかで乱戦の中しっかり敵の主力を狙って落としに行くことができると、まあ、それを利用して主力に対してバフ剥がしをするキャラクターだとか、まあ、あと味方に反射キャラクターなんかがいれば敵の中で主力のような火力が高いキャラクターほど反射ダメージ深めに受けるので、その弱ったところにコタちゃんを出してとどめを刺しに行くみたいなコンボが、まあ、めちゃくちゃ作りやすかったというところで、まあ、MR 時代始まってからもしばらくはコタちゃん陣営に残している人結構いたんですが、まあ、今はさすがに MR のインフレの中でコタちゃんを陣営に残しているプレイヤーの人は徐々に減ってきてしまっていますが、まあ、今回 MR 化するってことで特にこの束縛だったりラッパっていう、まあ、コタちゃんのデバフだったり特殊状態がどんな変化を見せるかっていうところに注目が集まっていますが、まあ、簡単におさらいすると束縛っていうのは敵に付与することで敵の攻撃のダメージを 30% 丸々ダメージカットできると、でなおかつその敵に対して攻撃をする際に 20% 分余分にダメージをぶつけることができるということで、まあ、敵の攻守ともに弱らせることができ、まあ、受けるダメージが 20% を増加するので、まあ、コタちゃんみたいな筋力値ベース防御虫攻撃のような攻撃のタイプのダメージもしっかり伸ばすことができるんですね。でさらにスキル1では連続2回攻撃で会心攻撃が発生しなかった場合に、まあ、残りの攻撃すべてが必ず会心攻撃になると、はい、ことでレベル差補正なんかで相手に負けてしまっていてクリティカル連撃が出しづらい状態になっても、まあ、最初の2発ノーマル攻撃だった場合にその後すべてがクリティカルダメージになるということで、格上相手にもある程度火力を出すことができるキャラクターになってます。まあ、連続2回失敗したら必ずクリティカルになるので、最低でも2回クリティカルを攻撃に混ぜることができると。はい、まあ、その場合のパターンとしてはこんな感じの、初撃ノーマル攻撃、2発目クリティカル、3発目ノーマル攻撃、4発目クリティカル、5発目6発目がノーマル攻撃になってしまうっていうパターン。このパターンが一番クリティカルが出ないパターンで、最低だと2回にクリティカル落ちてしまうんですが、まあまあクリティカルを出しながら相手の主力に対して連撃ができるということで、まあ、このスキル1がかなり強力で、まあ、白線なんかでも主力を一番下に置いて前にデコイの3体弱い子なんかを置いておけば味方全体の HP がみんなマックスの場合は、まあ、最上とかカエサルみたいなキャラクターはその上から順番に攻撃していってくれて攻撃回数消費してくれるんですが、コタちゃんの場合は後ろに主力を逃がしてもその攻撃力が高い主力から連撃で殴ってきて、なおかつ途中から角クリ化するので、はい、結構継戦突破コタちゃんがしていってデバフなんかがかかっていっても活躍し続けることができると。しかも攻撃終わりに自身総ダメージの 25% HP 回復ができて、まあ、反射爆弾なんかでも沈まないということで、まあ、白線めちゃくちゃ強いキャラクターなんですよね。まあ、ただ現環境 MR 時代に入って結構筋力値ベース防御虫攻撃っていうのがカットされるようになってしまったので、まあ、このまま順当進化で MR アバター化すると最大攻撃力が高いキャラクター、まあ、アウグスだとか2聖護援護で攻撃がカットされてしまったり神髄共鳴スキルでもカットされてしまったりと、このままだと活躍しづらいなというのが正直本音なところですね。まあ、あとここに攻撃力ベース防御虫攻撃が追加で乗っかったりっていうところも期待したいところ。はい、あと、まあ、コタちゃんの場合このラッパ状態っていうのがちょっと特殊で、コタちゃんがラッパ状態で
束縛状態のキャラクターから攻撃を受ける際に HP が1だけ残って、まあ、コタちゃんが撃破されないというような、まあ、不死状態になることができるんですが、まあ、残念ながらこれ反射ダメージなんかが飛んできた場合には束縛状態の相手を殴ったとしても落ちてしまうんですね。なんで敵の攻撃なんとかコタちゃんが耐えて HP1 だけ残して、まあ、いざコタちゃんの攻撃の手番っていうタイミングなんかで反射ダメージでコタちゃんが落ちてしまったり、まあ、あとコタちゃんが攻撃中にヒミコなんかを倒してヒミコの鬼神の道が反撃で返ってくると思うんですが、その鬼神の道はラッパでダメージカットして実はコタちゃん耐久できるんですが、その後ヒミコにちょっとでもパッシブ反射がついてるとそのちょっとした反射ダメージでコタちゃん結局沈んでしまうというような、鬼神の道の後に反射ダメージが飛んでくるので結局ヒミコの鬼神の道に耐えられないというような残念な動きをしてしまったり、まあ、あとはコタちゃんに対して一撃の超高火力な火力のダメージが飛んできてワンパンでオーバーキルでやられてしまう場合なんかに、一応このパッシブさんのラッパ敵が攻撃してきた際に 60% の確率で束縛を付与しに行けるので、これによって敵が束縛状態になれば HP1 だけ残してカットできるんですが、初撃でオーバーキルダメージ飛んできた場合には残念ながら束縛カウンターでつけられることはつけられるんですが、束縛の効果が発生するのがダメージを受けた後になってしまうので HP1 だけ残して耐久するっていう、まあ、耐久の仕方ができないんですね。なんでオーバーキル級の攻撃に対して意外と無力なのがこのラッパの不死状態の機能になっており、ここら辺なんかも、まあ、改善してほしいなと思ってる部分。はい、で、そんな中、まあ、スキルヘルプで、はい、特殊状態として、もうラッパっていうのは前から書いてあって、まあ、回心率だったり、物理回心ダメージが増加して、攻撃された時、一定の確率で相手を束縛状態にさせると、はい、ように、まあ、整合状態じゃなくて、白バフなんで、もうすでに、その動きが、ここで固定化されてるので、まあ、今言ったオーバーキル時に、先に束縛効果をつけるみたいな、ところは、もしかしたら調整入れてくれる可能性ありますが、まあ、その部分はちょっと絶望的かなと、ということで、まあ、重宝とかで残影つけてあげて、避けた場合とかでも、相手に束縛返しはできるので、一回避けて、束縛返ししてから、不死状態になるとか、まあそういったコンボを作るか、またはコタちゃんの方で、はい、何か新しい生後バフなんかを自身につけて一回は必ず敵の攻撃耐久できるような仕組みがあれば束縛返ししやすくなっていいんですが、まあ残念ながら生後状態の追加に関しては今回今のところネタバレがなく、まあコタちゃんにはつかなそうかなと、はい、代わりに束縛の罪悪状態のネタバレが今されており、まあ従来通り敵の余ダメージが減少するのと非ダメージが増加するという二つがあって、さらに今回罪悪束縛化することで、まあ敵の回心率が下がりますよと、有効化が追加されるということで、まあまあ、クリティカルを受けづらくなるっていうような機能がついているので、まあ、これもまたクリティカル連撃が得意な弓将なんかにじゃんけんで勝ちに行くような戦闘スタイルだなとなんとなく思いますが、まあ、ちょっとこれだけだと先ほどのワンパン問題解消できないのと、まあ、コタちゃん体力パッシブなんかがなくて耐久面が低かったりするんで、まあ、もう一声何か耐久手段が欲しいなっていうところで、まあ、おそらくそれをこの受けるダメージ増加の部分の増加量を高くすることで対応してくるのかなというところで、まあ、そこどうなるか見たいところですね。はい、ということで今回のテケテケコタちゃんスキル予想としては、まあ、スキル1の筋力値ベース防御虫連撃の方が攻撃力ベース防御虫攻撃が追加されるようになり、はい、なおかつスキル1では最大攻撃力が高い相手に対する連撃をする前に敵6名に対して束縛をばらまいていくような攻撃が入ってきて、さらに、まあ、パッシブなんかで状態性ダウン機能がつくと予想したいと思います。まあ、スキル1で束縛ばらまくことができるようになればスキル2の火力がだいぶ上がるんで、まあ、去年このコタちゃん導入した後、まあ、仙人チワちゃんっていうキャラクターが束縛キャラクターとして実装されましたが、まあ、あまり相乗効果がなく、まあ、コタちゃんの束縛ばらまきを助けるようなねキャラクターにはならなかったので、まあ MR アバター化するってことでコタちゃん自体が自分で束縛をばらまいてくれるキャラクターになるんじゃないかなと期待したいと思います。はい、どうせまた明日ガチャに並んだら投票した上で検証して分析動画アップしていきますので、チャンネル登録して通知をオンにしていただければ最新の情報がすぐに届くようになりますので通知のオンまでよろしくお願いいたします。はい、あとテケテケ明日コタちゃん分析動画頑張れってことでグッドボタン押してもらえるとめちゃくちゃやる気が出ますので、まあ、グッドボタンなくても立ち絵見ればテンション上がると思いますが、はい、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、それでは。する。押す。